ガードレールの色が怖いっすよね。下関の方の道に、このガードレール、黄色いガードレールなんですよ。はい、なんかでそこのこういうふうな田舎道のガードレールとか、はい、その木が生えてるやつがあって、そこに空のペットボトルが逆さに木にずっと刺さってる道があって、はい、めちゃくちゃ怖くてそこなんでって思いながら。それは怖いっすね。ネットで検索してもよくわかんないですよね。結構長い間空のペットボトルが木とかポールのところに逆さに刺さってずーっといっぱい下がってるんですか。いっぱい刺さって、なんだろう、うわたくさん刺さってるっていうギョッとする感じじゃなくて、はい、あれ刺さってるのは誰か置いたんかな、でもこんな車の道にって思ってたら、はい、それがずっと続く感じで、ちょっとした結構な量あるってことなんですか。友達に怖くないって言っても、いや、うん、そう、刺さっとるねみたいなえ、怖いだろうみたいな。友達なんでそんなビビらないんですか。まあ、わかんない。あんまし見てなかったかもしれないです。だから、運転してたら違和感に気づいて、はい、え、何これってぐらいだと思いますね。なるほど。怖い話をありがとうございます。怖い話させていただきます。チャンネル登録してね、してね、してね。いや確かにここ怖い、この辺が怖いですね。怖いですね。怖いですよね。なんか確かに女の泣き叫ぶ声がしたら絶対嫌ですね。でも鹿じゃねえかなって思いますけどね。キャンプしててやっぱ鹿が鳴くじゃないですか。たまに人間の声みたいな感じするじゃないですか。タケモモンガだかムサバサビだかの声が本当に人間の声によく似ていると。鹿まだいるかな。キャンプしてたらうなり声上げてる声が。野生動物が成人男性のうなり声だろうなっていう成人男性なので、成人男性だったら嫌ですねって言いながら、ああ確かに成人男性のうなり声嫌だな、何をしてたんだって。猫の声は赤子の鳴き声と聞き間違えると言いますしね。猫はよく俺間違えましたからね。奥に続くんですね、結構。え、奥に続くんです。そうなんです。やたらでかいんですよここ。なるべく近くに車を止めたい。到着です。開かない。開かない。なんでそんな硬く。べらぼうに硬いですね。あ、行きます。いいビジュアルのやつをちょっといただきます。仮面ライダー。苦手な人はご遠慮ください的な。味はどうなんですか。佃煮みたいな。佃煮ですね、まあ。日本酒で飲む食うとうまい、合うんですけどね。うまいというか、まあ酒に合うと。酒に合う、これは。これで日本酒をちびちび飲むのが。あ、いいですね。うまいですよね。もうちょっと、なんかね、あんまし調理してなくて、ビジュアルがまんま。かなりえげつないやつとかだったりすると。厳しいのと、なんかじっくり見つめて食べたら無理ですね。一口でいかないとダメですね。ああ、なるほど。なんか別に食べたことない味でもなんでもないですよね。佃煮の味だから。ああ、そうですね。醤油の味ですよね。醤油の味ですよね。食感が違うんですよね。食感は蒸しなんですよね。食感は蒸しのは、ただなんか似たような食感ある気がするんですよね、なんか。ああ、エビ系で。エビ系にしたら風味がないですよ。エビ特有の海鮮っぽい。味は本当に醤油の味しかしないですからね。霜が降りちゃいますな。ご飯はこんな感じで。高村水公園の朝食です。納豆。朝食をとるときにコメントが何言ってんだかわからない。いつも今のコメントうまい、うまい、うまい、うまいって。高村水公園の景色です。ちょっと庭園まで見てる時間がないんですけど、あの辺が見えない。あの辺が結構池の周りを歩くのは楽しいと思います。船木先生たちどこ行ったのかな。さすがに寒いから。あ、いたいた。さっき水公園でも本当に、はい、特に水公園遠野のは山とか見下ろしたから、うわいいなぁと。なるほど。ちょうど晴れてる時にお風呂から見れば景色が綺麗だったんじゃないですか。ああそうでしょうね。あそこいつも思うけど、このデンデラノはウバステをするにはちょっと近いですよね。近いですね。これは歩いて帰ってきちゃうだろうっていう感じ、でも足腰が立た背負ってある写真の、背負ってますよね、あれだと。だからあそこまで足腰が立たなくなってから捨てに行ってたのかなっていう。親を背負って捨てるってシュールですよね。結構きついですよね。結構きついですね、結構図案かなんかでこうナチュラルにはあるけど、冷えって思いますよね、悲しい歴史が。そんだけ食うものがなかったっていうことなんでしょう。まあ捨てられた人たちで村作ってたり。そうですね。デンデラっていう映画になってたりみたいな。そうですよね。僕のデンデラのイメージあれなんですよね。そうですよね。一般的なイメージあれかもしれないですそんな有名なんですよね。わかんないですけど、俺まだ見てないですけどね。見ました、僕。なんか話題になりますよね。デンデラ。熊と戦う。熊と戦う、モンスターパニックの馬です。こう、じいさまおばあさまたちが村に復讐するかしないかで。こう、論争になってたら、いきなり熊が現れて、熊と戦って全滅するというわけのわからない。あ、全滅するんですか。あ、性格には違うんですよね。あ、それだけで。あ、ここら辺ですか。あ、ここは佐々木貴殿の家。出ますね。どうなってる？あれ、カッパ淵200メートルって書いてありますね。ここにあるんですかね、カッパ淵が。どのカッパ淵だろう。あのカッパ淵とは違う。だから複数あるガチの方のカッパ淵があるってことですよね。水車小屋長らく使えてなかったが、修理して使えるようになりましたと。あ、確かにキャタピラ音に近いですね。壊れそうな水車をね、どうせ直すんであれば使えるようにしてちょうだいってお願いしてね。それも使ってるの見たことあります。使ってるの、お餅つきで言えばね、臼と杵なのよ、臼と杵でね、そして水車の水でこれを回してね、その力でこれほら力でのね、テクの力っていうんだとかね、自然の力でね。それからここでは粉を作ってる。隣ではね、藁を打つようにしてる。藁をね、それを柔らかくして縄にして、昔で言えば今の紐ね、昔は紐なんてなかったから藁で紐にしていろんなの束ねたり、みんなこれ作ったら釘は使ってないの。昔風に作ってるのを藁を縄にして紐にして、それで弱いっていう小屋をほらね、分かるね。本当だ、藁だ。みんなそれを弱いっていうのはそこで打った藁で縄を紐にして、私ここに嫁いできたのが昭和っていうか、昭和でしょ。私来た時に明治のおばあちゃんだったんだもん。今亡くなったおばあちゃんは大正のおしゅうとさん、その前に大きいおばあちゃん、明治のおばあちゃんがいた。その明治のおばあちゃんが使ったんだって。私来てから使ったことないの、ずっと。でも朽ち果てるのをカメラマンとか絵描きさんが喜んできちゃったの。これ絵になるでしょ。昔の壊れたような水車だから、絵描きさんとかカメラマンは喜んできてね、家に行ってほら夕暮れどけたの。それでも壊れてきたからどうしようかって言った時に直すんだ。私最近を使うようになったの。年を取った人から教わって、使ったことないの私は全然。なるほど。で今使うようになって、もう去年から使うようになってね。お米を粉にしてお団子を作る。伏子団子とかいろいろな切り線椒とか美味しいんですよ。やっぱりこう風味があるっていうか、手でついたのはね。今ほら機械でやればすぐカーッとこうそのぐらいで機械でつくじゃない。あれは一瞬だからね、全部なんていうんだかね、立派になるけれども、風味も何もね、やっぱりこうなるのね。均一すぎて味気がなくなる感じだからね。ね、7時からかけてるの。ご飯食べる間にかけておいてね。で9時から2時間やって、すごくいい粉になるんですよ。お米ですか？これ出来上がりの米の粉。すごい。こう洗いからそれをこうしてね、おろして見せるからね。なかなか久しぶりにやってから見ることない。今日最高いい日だよ、あなた。ありがとうございます。しておろすの、おろしっていうので、2回かける。こうして2回かけると、なかなかほらいい粉にならないのね、また。美味しいもの作るためには何でも手かけないとね。確かにコツまでは結構粗いですね。粗いですね。ほらまだつぶれて2時間かけてこんななんだもん。まだこれは40センチの粗さね見えるんだけど、これはもっと前の50センチ。なるほど。あ、それで作るんですね。二段にこう丁寧にかけるといい粉になるの。わあすごい。こうするとおいしいお団子になるの。1週間後に亡くなったおばあちゃん、お舅さんの3回忌なのね。だからいっぱい来るからお団子作ってごちそうしようと思ってね。でここはもっともっと田舎のほら奥だから、町から13キロなの。ここもっと奥あるんですよ。もう年取っと今はみんな機械でやるからね、私ぐらいだこうしてやってるの。ちょっと変な人なのよ。だから村の人から言ったら変わり者。私明けガラス宮更紗は電子書籍の制作も行っております。怪談ミステリー「おとぎ亭七波と禁じられた話」、イラストは漫画家イラストレーターの舘先生。詳細は概要欄から Amazon の Kindle で「明けガラス宮」と検索しても出てきます。電子書籍活動は今後もバリバリしていく予定ですので、何卒ごひいきによろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。低評価、高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また見てね。